ブリティッシュコロンビア州 A、ブリティッシュ、コロンビア仏、コロンビー、ブリタニークモットー、ラテン語、スプレンダーサインがこすブリティッシュコロンビア州はカナダの州の一つ。太平洋に面したカナダ最西部に位置する。略して BC とも呼ばれる。州名は1858年にイギリスのビクトリア女王によって命名されたもので、現在のカナダと アメリカ合衆国を流れるコロンビア側に由来する。アメリカ合衆国領と区別して、ブリティッシュコロンビアとされた。北アメリカ大陸から海峡を隔てて、西にあるバンクーバー島に州都ビクトリアがあるが、最大の都市は大陸本土のバンクーバーである。内陸部は豊かな自然が多く残っていることから、観光産業が盛んであり、ウィスラーなどのリゾート地が知られている。また、 南部の地域には氷河もあり、観光名所となっている。主要記事、ヒストリーオブブリティッシュコロンビアビクトリアの衆議会、ブリティッシュコロンビアには多数のインディアン部族が占住し、現在もキャリア族などのディネ族、チルコーティン族、ハイダ族、リルエット族、スクワミッシュ族、タギシュ族、トリンギット族など、30以上の言語を話す多くのインディアン民族が居住している。食料や木材、 鉱物など天然資源が豊富であったため、ブリティッシュコロンビアの太平洋岸では、社会が発達し、特にハイダ芸術のような芸術や、政治の分野が発展した。トーテムポールやポトラッチは最もよく知られた文化である。彼らの文化であるポトラッチや捕鯨は、20世紀に入ってからカナダ政府によって、禁止弾圧された。現在も捕鯨文化の再開を要求している部族は多い。 18世紀の中頃からヨーロッパからの探検家が主にラッコケ川貿易のために訪れるようになった。1778年、ジェームズ・クック船長が欧州から北極海経由でアジアへ向かう北西航路を発見しようとこの地域へ到達し、ヌートカサウンドに到着。その後イギリス人の入植へと続くが、1513年以来スペインの 太平洋岸支配宣言が続いており、イギリスとスペインがヌートカサウンドをめぐり交戦。その後1794年にヌートカ条約が結ばれ、オレゴンから現在のブリティッシュコロンビア入植地の太平洋岸はイギリスに属することとなる。その後は欧州との交易や開拓が進んだ。北西会社の3人のイギリス人、欧州人として ハドソン湾会社がその後この地域を管理下に置き、ビクトリアトリでもその会社の業務を保護するために1843年に建設された。この当時、アメリカのマニフェストデスティニーアメリカの領土拡張主義が最も実際の脅威として考えられた。1846年にオレゴン条約が調印され、ロッキー山脈異性の北米営領とアメリカ領の 国境を北緯49度と定めた。バンクーバー島は1849年、本土側は1858年にそれぞれイギリスの植民地となる。両者は1866年、ブリティッシュコロンビア植民地として統合される。1871年、カナダ自治療に加入し、ブリティッシュコロンビア州となる。1858年にフレーザー側下流岸に近郊が発見され、 ゴールドラッシュが始まった。ビクトリアも金を求める人で溢れ、道路網の整備などが進んだ。その後の行政の失敗で発生した大きな負債を自治領政府が負担する形で、バンクーバー島植民地と本土側が統合し、自治領に加入することとなった。その際、自治領政府はモントリオールからの大陸横断鉄道を敷設することを公約とした。 カナダ太平洋鉄道の大陸横断鉄道が完成しバンクーバー港と直結してからはバンクーバーは太平洋岸での主要な都市となりカナダの豊かな天然資源や工業製品の輸出基地となって現在まで発展した19世紀末から20世紀初頭にかけての白人入植者の増加に伴い彼らによってインフルエンザや天然痘がインディアンの集落に持ち込まれ これら伝染病は、集落単位で消滅する規模でも多いを振るい、免疫を持たないインディアン社会に大打撃を与えた。彼らの死体は一つの穴に大雑把に放り込まれて、埋められ、墓標すら立てられなかった。近年になり、部族の有志によって、遺骨の家族への返還作業が少しずつ進められている。20世紀に入ってから、多くの移民が世界各国からやってきた。 この時点ではまだ人種差別も激しく、様々な人種差別事件が起こった。イギリス領として開拓してきた頃の無謀で、不誠実、時には暴力によるインディアンとの交渉の過程に鑑みて、インディアンとの差別問題では現在でも論争が続いている。ブリティッシュコロンビア州はその後も地政学的な関係からもアジアとの結びつきが強く、 日本を含むアジアからの移民を多く受け入れていることもあり、アジア経済に後押しされての経済発展が続いている。日本をはじめとする国からの観光客も多く、観光産業が発展している。1910年3月4日、ロジャーズパスでだれが発生し、その復旧作業中の移民労働者を再度だれが遅い、32人の日系移民が死亡し、 バンクーバーに埋葬された。カナダ西部に位置し、太平洋とロッキー山脈に挟まれている。東はアルバータ州、北はユーコン順州、ノースウェスト順州と接し、南は国境を隔ててアメリカのワシントン州、アイバホ州、モンタナ州と接する。また、州の北西部はアメリカのアラスカ州と接する。北部の2、 サントロッキー山脈にはほとんど人が住んでいない。州の北西部にはタール炭鉱地が広がる。州の南西部のバンクーバーや沿岸地帯は暖流の影響で温帯に分類され、降雨量が大きく、その他の地域は亜寒帯に分類される、冷涼な気候である。しかし、南部山間地のオカナガン地方は、半乾燥砂漠気候でところにより夏の気温が摂氏40度を超え、 ワインの産地である。州の森林面積は6000万ヘクタール。多様性に富んだ自然を持ち、生態系が非常に豊かである。西部の太平洋海岸部は、夏は中緯度高気圧、冬は亜寒帯低気圧が、北、太平洋海上に発達することで、夏、冬とも、アラスカ暖流場を通過した、湿潤な西風が吹きつけるため、高緯度にもかかわらず年間を通じて、 降水量が非常に多い。BC 州は以下、大きく6つのエリアに分かれている。参照、ブリティッシュコロンビア州の地方行政区2006年現在、州内の都市圏人口、上位5都市、リゾート地ブリティッシュコロンビア州議会議事堂、ありがとうございます。